樋口忠は、日本の海軍軍人。最終階級は、海軍隊員。神奈川県横浜市磯国出身。旧制神奈川県立横浜第一中学校より、海軍兵学校第72期入校。卒業時の成績は625名中次席。樋口が在籍した、海軍兵学校第72期生は卒業と同時に、前線勤務となり、卒業者。 全625名中戦死者は335名に上る。日口は昭和18年11月小移行補正の時に第1水雷戦隊付を拝命し、それから第1水雷戦隊司令部付第9、駆逐隊司令将命含むという事例をもらって、駆逐艦霞に上艦し、電単担当として勤務することになった。ある時、霞の所属する第5艦隊が、 夜間訓練をすることになり、霞が標的艦として目標を引っ張るという命令を副次化将校だった樋口が受けた。その直後に夜間訓練が黎明訓練に変更になったと機関から信号が送られたが信号を受けた樋口はその変更を見落としてしまっていた。午前3時に他艦から霞は何時に怒りをあげられるやと信号が届いて、 ミスに気づいた樋口はすぐに駆逐隊の井上義を司令に報告し、こっぴどく叱られてしまった。艦隊の行動を遅らせてしまったと思った樋口は、第五艦隊機関らちから帰還した司令に改めて謝りに行くと、井上は、お前、候補生、ひでえことをやってくれたなあ切腹もんだ。しゃあない、候補生だから責任は俺が取る。 これからはこんなことやるなよという一言でその後のお咎めはなかったが気が済まない樋口は後日第一水雷戦隊機関の阿部熊に用事があった際に司令官だった木村正富少将にお詫びをしなきゃならんと面会を申し込んだその時の当直参謀は板谷隆一法術参謀で板谷にお詫びを申し上げたいと言ったところお前何個取っとるのや お前が司令官に謝りに来て、司令官は何と答えりゃいいんだ。この馬鹿というか、腹を切れというか、海軍なんかやめちまいというか、それとも、しょうがないねというか、何と返事したらいいと思う、と言われたので、そうですね、私が司令官だったら腹を切れと言いますねと答えたところ、この馬鹿がそういうことを考える奴を司令官に合わせるわけにはいかん。 帰れと追い返されてしまった。戦後、第二福音省の人事局に、樋口が勤めている際に、戦中に、海軍省人事局で、省・中尉の人事を担当していた、福知信夫とのみに行った席でこの話を披露したところ、福知は飛び上がってびっくりして、何、俺は、全然知らんぞ。お前、それが本当なら、その後、 サイパンか、テニアンか、南大東島かボルネオかスマトラの地方警備隊か、設営隊に飛ばされるとこだった。そんなことが握りつぶせるわけがない。おそらくは、木村司令官が第五艦隊長官のところへ、自ら謝りに行かれて、このことはなかったことにするということで握りつぶしてくださったに違いない。お前、木村司令官の恩を忘れてはいかんぞ。 もう戦争は終わったけれどもと言われて、ことの背景に納得したということがあった。木村正富帝徳を忍ぶ会の記録40から47ページ。ありがとうございます。